はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。私毎日毎日ね、お隣さんのメディアをですね、まあ最低3つは見ますし、多い日には4つ5つ6つぐらい見るんですけど、あのお隣さんメディアの特徴でね、基本的にね、なかったらしい記事が多いのとですね、あのお隣さんの国にとってですね、都合のいいようなものの見方が多いわけですね。で、まあ、要は自己批判的な内省的な書き方というのはすごく少なくってですね、まあ、言ってるのは偏ってるわけですよ。なんで、その、あんまりだからね、論考とか論説とかっていうのはまあ読むんですけど、鋭いなと思うのはほとんどないわけですね。で、記事もですね、日本に関する記事って大体偏ってるかですね、もう少なくともですね、間違ってるとか何箇所があるわけですよ。そういう言葉遣いおかしいんちゃうのとかね、その考えはちゃうのと、それはちょっとあの、過去の事案を斜めに変なとこから見てるやろみたいなですね、そういうのが多いんですよね。だから大体ね、こう、さーっと読みながら、またこんなアホなこと言うとるわと思いながら読んでることが多いんですけども、時々ピカッと光るのがあるんですね。鋭いこと言ってるやんと、それ正しいやんというのがあってですね、これも今日見つけましてですね、おすごいやんこれと、まあ、ただしこれはですね、自分たちのことではなくてですね、外国の話を書いてるんですけど、外国ってまあ遠い国の話を書いてるんですけど、お隣さんってね、基本的に自分たちの国に関係のない話っていうのは、あのそこには目が至らないんですね。要は簡単に好奇心がないわけですね。そういったことどうでもいいと思ってるわけですね。だからお隣さんってウクライナに非常に関心が薄いわけですよ。で、その歴史なんていう経緯は、まあ、日本的には世界史の分野なんてあんまり興味がないんですよ。ないんですけども、これすごいなと思いましたね。これは今日出たですね、今日の昼かな、12時23分出たコラム、クリントンの後悔、メルケルの弁明というですね、まあ私はわかるんですよ。これ見ると、こういうこと言うてんやろうなと思ったら、やっぱり鋭いこと言うてますね。お隣さんにもちゃんと歴史を見れる人がいるという、これ元ウクライナ大使、駐ウクライナ大使が書いてることですけどね。お隣さんってね、本当に歴史に関しては超偏った見方しかできない人たちなんですけど、たまにこういう人いるんですね。歴史を振り返ってみれば、国運が変わる重要な決定に至った瞬間がある。当時は最善と見られた決定が後に誤った決定と再評価される時がある。歴史が E.H. カーの言葉のように、歴史は過去と現在の絶え間ない対話だ。歴史は現在の観点で再解釈され、現在の歴史は未来の時代状況により再解釈される。クリントン元米国大統領とメルケル前ドイツ首相もそのような瞬間を避けることはできなかった。E.H. カーっていうのは確かアメリカの歴史学者、歴史哲学者みたいな感じですね。名著歴史とは何かっていうのは岩波新書にありますから、皆さんぜひ読んでみていただきたいと思います。クリントンは4日アイルランド放送とのインタビューで、ウクライナが依然として核を保有していたとすれば、ロシアは侵攻できなかったはずだとし、核兵器を放棄するよう説得したことを後悔すると話した。膨張主義勢力であるロシアに対処する方法は核兵器しかないとウクライナ人の反対があったのに、核放棄を説得したのは自身の責任と言った。ちょっと日本語はねスムーズではないですけど、ウクライナはソ連から独立するときに世界3位の核保有国だった。クリントンはロシア、ウクライナとともに1994年にブダペスト覚書を締結して、ウクライナの核放棄を導いた。ウクライナは核放棄の代わりに 主権安保と国境線を保障された。そうなんです、アメリカが保障したんですよ。それにはロシアも入っていました。周りの国がみんな、ウクライナあんた大丈夫、僕らを取ったりせえへんから、犯したりせえへんからって言うたんですけど、見事にロシアによって破られましたね、このブダペスト覚書は。ウクライナは核兵器をロシアに渡したが、ロシアは約束を守らなかった。後にクリミアを併合し、結局ウクライナを全面侵攻した。クリントンはこの時惨憺とした心情だったと吐露した。お前が余計なことしたからやん、ウクライナも核保有国やったらよかったやん。そうでしょ。
メルケルはロシアの大規模天然ガス導入に向けて北海海底ノルドストリーム1ガスパイプラインを開通させ、西側の強い反対にもかかわらずノルドストリーム2ですねの建設を推進した。この事業はロシアに対するドイツと欧州のエネルギーと経済の依存度を高め、ロシアを牽制しにくくした。2008年にはウクライナの NATO 加盟を挫折させた。メルケルが邪魔したんですよ。この時にウクライナが NATO に入っていればこんなことにはならなかったんですよ。なんで、メルケルはウクライナを NATO に入れたらいいかと。 NATO ってのは一国でも反対したら入れないんですよ。なんでそんなことをしたのか。ロシアに対して忖度したんです。そのせいで今ウクライナはあんな目に遭ってるんです。昨年10月の AP 通信の報道によると、メルケルは人は自分が生きる時代に合わせて行動するとして、ガスパイプライン建設は当時必要な選択だったと話した。間違いです。こんなもん当時から分かってるやほんまに。ウクライナの NATO 加盟を挫折させたのはロシアを刺激しないため仕方ない決定だったとした。お前が間違うたんや。あんたが間違うたからウクライナあんな目に遭ってんねん。何万人も子供さらわれてんねんほんまに。メルケルさん、あんたもその責任があんねんやでほんまに。ロシアの侵攻により国際社会でメルケル責任論が強く台頭したが、彼女は自身に謝りはないという立場を守った。クリントンとメルケルの決定は歴史を否定的な再評価を歴史の否定的な再評価を避けることができなかった。それなら歴史の中で時代をリードする賢明な決定を下した政治家、政治指導者はいなかったのだろうか。アテネの政治家であり将軍であったテミストクレスがそんな政治指導者だった。マラトンの戦いで、劇的な勝利でかろうじてペルシアからアテネを守った時、彼はペルシアが必ず再び攻撃してくるとしてくるだろうと予想した。彼はアテネの存亡は海にかかっていると確信し、三段海戦200隻を建造して戦争に備えようとした。アテネの人々はこれを強く批判した。ペルシアが再び攻め込むか不確実で、軍船建造は多くの費用がかかった。それにもかかわらず彼は強行した。10年後にペルシアが再び侵攻してきた時に、ギリシャ海軍はサラミス海峡で1200隻のペルシャ海軍を撃退し、ギリシャを救った。テミストクレスのような指導者は韓国にもいた。パク・チュンヒ大統領がキョンプ、これはあれですね、ソウルとプサンの間のをキョンプと言います。高速道路とポハン製鉄建設、これは日本語で北港と言いますね。あれが新日鉄が協力して作った会社ですね。を決めた時には無謀なことだとして反対が深刻だった。こうして作ったキョンプ高速鉄道は韓国経済の奇跡の出発点になった。キム・デジュン大統領が日本の大衆文化受け入れを決めた時も多くの批判があったが、むしろ韓国の大衆文化産業が発展する契機になった。つまり今の K-POP とか韓流とかっていうのはね、元は日本の真似なんですよ。もう今や日本の真似を通り越した水準まで行ってしまいましたけども、もともとはこのキム・デジュンの時代、二十数年前ですね、日本の大衆文化を全面解放したんですね。それまではね、日本のドラマもね、漫画もね、小説もね、映画もね、入れたらあかんかって。なんだよ、そういう汚いものに侵されるとかって言うとったんや、あいつら。政治指導者に対する評価はその時代に限定されない。卓越した指導者になるためには、自身が生きている時代を超え、遠くを見通せる鋭い洞察力が必要だ。指導者が自分の生きる時代に合わせて行動すれば、それはただ国政の管理者であるだけだ。しかし自分が生きている時代の批判にもかかわらず遠くを見据えて進むとき、後悔も弁明も不要な真の国家指導者になるだろうと。これで終わりですけど、全部読んでしまいました。いや、こんなですね、論考できるですね、方がお隣さんにもいらっしゃるんですね。お隣さんの人からですね、
テミストクレスという名前が出てくるとは思わへんかったの。これあの古代のギリシャ史ではですね有名人なんですね。で、まあね、日本ではねギリシャローマって結構、ね、好きな人もいますし研究者もいますけども、お隣さんってそういう世界史的な研究というか、あのなんていうか教養のある人がですねいそうな気もしませんでしたけど、馬鹿にしたらあきませんね、ちゃんといらっしゃるわけですね。この、 あの中央日報の今全部読みましたけどもアドレス貼っときますんで、これはなかなか鋭い、このですね稀に見るぐらいに鋭い考察でよくできていると思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。